えー、安倍まで圭介本田の解説がバズってる要因を教えてください。まああのなんだかんだ言ってやっぱりそのちゃんとワールドカップの状況も知っていてねあの人五大陸でチームに確か所属したサッカー選手がそんなに多くないですよね。 そのアフリカとヨーロッパとアメリカとアジアとオセアニアとっていう全部の大陸であのチームに所属してやった人って確か数人とかしかいないんですよ。なのでそのメキシコのやつらってこういうプレイをするしこういう考え方をするよねとかアフリカのやつってこうだよねとかヨーロッパの人こうだよねっていうのを全部実体験から話せるんですよね。 で、ワールドカップも何度も出てるから、あのチームこうだよねとか、で、あの、俺のチームメイトあのチームにいるんだけどさ、みたいな、っていう話とか、その持ってる情報量が異常に多いんですよ。で、異常に多い状況でありながら、カンボジアの、あの、あのワールドカップのカンボジアチームの国のね、カンボジアの国の監督をやっていて、で、ウガンダかなんかのアフリカのサッカーチーム持ってて、 で、えっと、ドイツで昔サッカーチームを買ってみたいなのでそのサッカーの監督の経験も多いんですよ。なのでその選手としていろんな経験をしてこういうものがあるんですよって話と監督としてこういうふうにやった方が戦略としては正しいよね。でも選手ってこういうふうに言っても動く時ときて動かないときがあるよねみたいなその引き出せるカードが多いんですよ。あ、オランダでした。すみません。っていうのもあるので,でもともと関西人なのであのその話にちゃんと笑いを混ぜるんですよ。 なので、小難しい話とかはするんじゃなくて、その面白い話として、そういうエピソードを混ぜるっていうの余裕のあるところも含めて、やっぱり本田さん優秀だなっていうね、本田さんかっこいいって話でもあるんじゃないかなと思います。